980年7月15日誕生。984年皇嗣となる、先の火山天皇は、藤原氏の陰謀で、突然出家。984年即位、摂政は祖父の藤原兼家、母の戦士の推薦で藤原道長を内覧にする。内覧とは、書類など、天皇が読む前に、一通り閲覧する役職のこと。先に、定子が中宮になっていたが、道長は娘の彰子を妃にし、一定に行こうとした。当時の女流歌人として、紫式部や、清少納言がいた。1011年帰らぬ人となりました。それは誰？